おい小僧、そんな挨拶よりもまずは目上の人に酒注いで回れよ。なんだ？そうか、まずは俺に注ぎたいってか？でも順番があるだろう。早く注ぎに行けよ。近くの居酒屋で行われた俺の歓迎会の席。わけあって転職した俺に、同じく中途入社の課長がニヤニヤしながら言った。彼はまだ知らないようだった。俺が誰で、どうしてこの会社に転職してきたのかを。そして、彼の今後の人生が狂っていってしまうことを。俺は伏見隆二、28歳の社会人だ。俺は幼い頃に母親を亡くし、物心ついた時から父親に育てられて暮らしてきた。母親との思い出はわずかしかないけれど、俺にとってはどれも大切な記憶で、母親の顔ももう思い出せないけれど、今でも母親のことは大好きだと胸を張って言える。父親は俺を男手一つで育ててくれた。仕事をしながら幼い子供を育てるのは容易ではなかっただろう。今思うとどれだけ大変だったのだろうと思うけれど、あの頃の俺は俺で大変だった。父親の仕事の関係で転勤が多く、その度に学校が変わるため、友達ができても仲良くなった頃にはすぐにお別れ。手紙を書くから、連絡するから、そんな口約束をしても、結局半年くらいすれば、お互いの暮らしが大切になり、返事も途絶えてしまう。寂しくないと言えば嘘になる。だけど、次第にその寂しさが当たり前になっていた。そんな子供時代だったけれど、他に頼れる親戚がいるわけでもない。帰りは遅いけれど、必ず俺が寝る前までには帰ってきてくれる父親のことが大好きだった俺は、父親のそばにいたい一心で、その寂しさに耐えるしかなかったのだ。学校はどうだ？夜寝る前のほんのわずかな時間、父親と一日の話をするのが好きだった。うん、たまに意地悪なやつもいるけど、優しい子もたくさんいて楽しいよ。今日は一緒に鬼ごっこしたんだ。そうか、楽しかったか？うん、2回くらい捕まって鬼になったよ。みんなすっごい足早いんだ。俺、前まで足早い方だと思ってたけど、全然だったみたい。みんな早すぎてびっくりする。そうか。楽しそうで何よりだよ。勉強はどうだ？わからないところは父さんが教えてやろう。大丈夫だよ。わかんなくなったら先生か友達に聞くから。父さんは忙しいんだから仕事に集中してよ。そうか。でも父さんだって勉強はできるんだぞ。休みの日でも宿題一緒にやろう。休みの日くらいゆっくり休んでいいんだよ。お前は子供なんだからそんなこと気にしなくていいんだよ。まあ勉強じゃなくてもいい。父さんに聞きたいことがあったらいつでも言ってくれていいからな。悩みも何でも言えよ。何？急にどうしたの？父さんは確かに忙しくてお前に寂しい思いばかりさせてるけど、でも龍二のことが何よりも大切だ。だから父さんが忙しいからって何も遠慮する必要はないからな。父さんはいつだって龍二の一番の味方でありたいんだ。うん、ありがとう。平日も休日も変わらず忙しく働いている父親には心配をかけたくなくて、必死で平静を装った。本当は仕事なんか辞めて一緒にいてほしいと叫びたかった。本当は
寂しくてたまらないんだということを聞いてほしかった。休みの日はたくさん遊んでほしいし、どこか遠くに出かけたい。ドライブでもいい。泊まりでどこかに行ってみたい。一緒に母さんのお墓参りにも行きたいし、母さんの味をほとんど知らないから、父さんの味を教えてほしい。一日の中で、ほんの少しだけ話をするだけじゃなくて、父さんの一日全部を俺にちょうだい。そう言えば、叶えてくれただろうか。うなずいてくれただろうか。それは、今となってはわからないけれど、俺はいつもその言葉を言えずに飲み込んでしまっていた。父親は多分、そんな俺の気持ちに気づいていた。だから、毎日のように、悩みがあれば何でも話してくれ、と言っていた。必ず寝る前の時間だけは何があっても欠かさなかった。いつも過保護なくらいに俺を気にかけてくれていた。だから俺も自分を保っていられたんだと思う。引っ越し先ではいつも家政婦さんが家にいた。そのために家事で困ることはなかった。いつも学校から帰ってくると家の中は完璧に片付いていて、掃除も行き届いていて、とても快適な暮らしだった。そして家政婦さんが遊んでくれたり、話を聞いてくれたりして、手作りおやつを食べさせてもらったりもした。休みの日には一緒におもちゃで遊んでくれることもあって、一緒にテレビゲームをやっているうちに俺より上手くなってしまった家政婦さんもいた。夕食はいつも美味しくて、好きなものをリストアップしておいて定期的にリクエストして何度も作ってもらったりしたのが懐かしい。父親とあれが美味しい、これが美味しいなんて話をしながら、作り置きしてもらった料理を食べ比べするのも楽しかった。掃除を教えてもらったり、簡単な料理を教えてもらったり、引っ越しのたびに家政婦さんも変わっていたけれど、どの人も優しかったと思う。時には家政婦さんのお家に俺が遊びに行くこともあった。歴代の家政婦さんの中にはペットを飼っていたり、田舎の方だと鳥や豚のような家畜を飼っているお家も多く、俺は次第に動物に興味を持つようになった。犬や猫と戯れるのはもちろん、珍しい動物を見せてもらったこともある。取れたての鶏の卵で作ってくれた料理の味は忘れられないし、ポニーを飼っている家では乗せてもらって敷地内を散歩させてもらったりと、今思うとすごく貴重な体験をさせてもらった。動物の温かさに触れていると自然と寂しさを忘れられるような気がして、いつしかそれが俺の心の拠り所のようになっていた。そんな俺が高校生になった時、父親の認知が東京になり、やっと生まれた土地に戻ってくることができた。高校の3年間はこれまでいろんな地域で学んだことを生かし、勉強の傍らアルバイトに明け暮れた。自分でお金を稼ぐことの大変さと、父親が今までどれだけ苦労しながら俺を育ててくれたのかを思い知り、素直に尊敬した。今思うと、反抗期らしい反抗期もなかったから、父親も心配しただろう。だけど、父親の背中を見て育った俺には、反抗したいと思えないほどに、尊敬の念の方が強かったんだと思う。初めてもらったお給料は、父親へいつも着ているスーツに似合うようなネクタイをプレゼントするために使った。涙を流しながら喜んでくれたのが忘れられなくて、それからも定期的に何かしらをプレゼントするようにしている。そんな俺は、大学は
動物に興味があったことから生物学科に進学した。サークルにも入らずに、高校時代からのアルバイトの仕事をそのまま続けつつ、論文を読み漁る日々は楽しくて仕方がなかった。大学を出た後は、そのまま大学院の修士課程に進学し、動物行動学を専攻。今度は研究に没頭した。大学院での生活は非常に忙しく、アルバイトに行けるような状況ではなくなってしまい、寝る時間や食べる時間を忘れて、ひたすら研究に明け暮れた。必然的に体重も落ちて体調を崩してしまってからは、父親や教授にきつく叱られ、それからは食事と睡眠だけは何があってもしっかりとるようにはしている。その甲斐あってか、教授の論文の手伝いなども率先して行わせてもらい、協力者の欄に名前が載ることもしばしばだった。父親はその度に俺を褒めてくれて気恥ずかしかったけれど嬉しかった。大学院卒業後は博士課程には進まずに3年間という期限付きでドイツの研究施設で勤務することに。いよいよドイツか。うん、行ってくる。ああ、頑張ってこいよ。辛くなったらいつでも帰ってこい。もうそんな子供じゃないんだから、自分で折り合いつけながらどうにかやっていくよ。そうか、父さんにとってはいつまでもこんな小さい頃のリュウジのままに見えちゃうけど、お前ももう立派な大人だもんな。父親の手は膝くらいまで下がっていて、いつから俺は成長が止まっているのかと笑った。でも無理はするなよ。どんなに忙しくても食事はきちんととること、睡眠をおろそかにしないこと、あとは父さんからの連絡にはちゃんと返事をすること。わかってるよ、心配しなくても大丈夫だって。それでも心配なんだよ。いくら大人になってもお前は父さんにとってはいつまでも大切な我が子なんだから。面と向かってそんな恥ずかしいこと言わないでくれよ。照れるだろ。そうだな。じゃあ、行ってらっしゃい。うん。父さんももう若くないんだから、体に気をつけて。行ってきます。父さんは笑顔で送り出してくれたけど、その笑顔の奥には寂しさも見えていたと思う。それもそのはず。本当は俺は日本にある別の会社に就職しようと思っていたし、父親にもそう伝えていた。だけど教授の知り合いの助手としてどうか働いてほしいと教授から何度も頼み込まれて断れなくなってしまったため、期限付きでのドイツ行きを決めたのだった。そして3年が経ち、研究所での勤務が終わった俺は日本に帰国することになった。そして大学院卒業後、すぐに就職したいと思っていた会社に転職した。そこは翻訳会社。久しぶりの日本で不安もあったけれど、新調したスーツを着ると身が引き締まる思いがして頑張ろうという気になった。そして迎えた初出勤の日。今日からお世話になります、伏見隆二と申します。よろしくお願いいたします。朝礼でそう挨拶すると、社員の方々は皆笑顔で拍手で迎えてくれた。雰囲気が良さそうで安心したのもつかの間、拍手してくれる社員の向こうから一人の男性が俺の元へ歩いてきた。へえ、あんたみたいな小僧が入ってくるなんて俺は聞いてなかったけど、もしかして俺と同じ時期に面接受けた口か。え、まあ
どうでもいいや。中村英介だ。つい最近、俺も転職してきた。課長をしている。よろしく。よろしくお願いします。中村課長は、俺を上から下まで舐めるように観察した後、もう一度、俺の顔をまじまじと見てから小さく笑う。中途採用の社員にしては、子供みたいな顔してんな。は？小僧と呼ばれたことも、初対面で俺を見下したようにそんなセリフを吐くことも、意味がわからなくて俺は眉をしかめた。小僧、年は？小僧ではありません。28歳です。28？ ってことは童顔なわけだ。ガキ臭いからもっと若いかと思ったけど、結構年いってんのな。はあ。前職は？ドイツの生物学の研究所で3年間働いてました。おお、すごいじゃん。ドイツ語ペラペラってか？その前は？大学院の修士課程で学んでいました。なるほど。じゃあ、一般企業での勤務経験はないんだ。翻訳ももしかして初めて？まあ、ドイツ語が喋れんなら、それなりの需要はあるだろうけど。へえへえ。何でしょう。いや、エリートみたいだから、ここの仕事がちゃんと務まるのかなと思っただけさ。ああ、申し訳ない。もう、始業時間は過ぎてたな。仕事をしよう。ほら、小僧も早く働け。言いたいことだけ言って、自分のデスクに戻っていった中村課長。他の社員皆、不安そうに遠巻きに俺たちを見ていて、なんだか居心地の悪さを感じた。その後も中村課長は、俺をことあるごとに小僧と呼び、ところ構わず、頭でっかちだの、ガリ弁だの、言いたい放題だった。とはいえ、俺は言いたい奴には言わせておけばいいと思っていたから、放っておいてはいたけれど、気分のいいものではなく、だんだんとイライラは募っていった。そして、数日働いていると、嫌でも中村課長のことが分かってきた。どうやら中村課長は年功序列が当然だと思っているタイプのようだった。おい小僧、これコピー。え、僕ですか？ああ、早くしろよ。ご自身ですればいいじゃないですか。ああ？うるさいな。俺は忙しいんだから、いいから早くやれ。自分より年下の人間は適当に扱ってもいいと思っているのか。雑用を当然のように押し付けてきたりする。それは俺だけではなく、他の若手社員にも同様だった。おい、このメールの件、誰か処理しといてくれ。おい、聞こえなかったのか？誰でもいいからやれよ。こっちは仕事が立て込んでて忙しいんだ。毎日、あちこちで怒号が飛び交い、しまいには、中村課長に泣かされている女性社員の姿も目撃してしまった。そんな中、週末に俺の歓迎会を開いてもらえることになった。会場は会社近くの居酒屋。広い個室の中では社員たちが皆嬉しそうにお酒や食事を楽しんでいた。どんどんお酒も入り、食事も進む中、自分の歓迎会のため、俺は中村課長のもとへ挨拶に向かう。中村課長、課長がこの歓迎会を計画してくださったと聞きました。ありがとうございます。ああ、今日は存分に楽しむといい。はい、ありがとうございます。おい、小僧。そんな挨拶よりも、まずは目上の人に酒注いで回れよ。ニヤニヤしながら、お酒を煽る中村課長に、俺は頭をかく。言われなくても、元より順番に挨拶に回る予定だった。しかし、中村課長の理論だと、
おかしなことになってしまうことに、目の前の彼はどうやら気がついていないらしい。なんだ？そうか、まずは俺に注ぎたいってか？でも順番があるだろ。早く注ぎに行けよ。じゃあ、あなたも僕に注いでくれます？そう言って、日本酒のおチョコを差し出すと。ああ？なんだと？アルコールが入っていることもあり、中村課長はすぐに激高した。てめえ、目上の意味わかってんのか？もちろん、だって課長が言ったんでしょ？目上の人に酒を注ぐようにって。確かに年齢はあなたより若いかもしれませんが、会社の役職では僕の方が上ですよ。あ？お前何言ってんだ？そんなことあるはずねえだろ。酔っ払って頭おかしくなったか？病院でも行った方がいいんじゃねえの？中村課長は自分の頭の横で指をくるくる回す。頭がおかしい呼ばわりする中村課長に呆れて、俺はおチョコを置いてスーツのポケットから名刺入れを取り出す。まさか本当に気づいていなかったとは驚きです。そもそも僕のデスクに書いてあったはずなんですけど、見てなかったんですかね。だからお前は何を言って。改めまして、翻訳事業部部長の伏見と申します。よろしくお願いいたします、中村課長。部長の言葉と課長の言葉を強調しながら名刺を一枚差し出す。それをこいつは何を言ってるんだというような表情で受け取った中村課長は、名刺を見て一瞬でその表情を歪めた。あ？どういうことだよ。どういうことも何も今お伝えした通りですが、名刺をご覧いただければわかるでしょ。その名刺には確かに翻訳事業部部長伏見隆二の文字があった。実は俺はこの会社に部長として転職してきたのだった。28歳という若さでどうして入職後即部長職に就いているのか、その理由は大きく分けると2つあった。一つは、俺の能力や業績を高く評価してくれていたことだった。俺が高校生の頃、アルバイトをしていたのがこの会社だったのだ。翻訳者として3年間学生アルバイトながら、正社員よりも早いスピードで正確な翻訳作業を遂行してきた。その後、大学時代もアルバイトの延長として契約社員にしてもらい、請負で様々な翻訳を手掛けていた。修士課程時代とドイツの研究所時代は本業が忙しくてあまり関われていなかったものの、それでも人手が足りなかったり、仕事の納期が急に縮まってしまったりと、会社のピンチの時には必ず声をかけてくれて、自宅にデータを送ってもらって手伝うこともよくあった。俺は生物学の専門知識もあり、難しい論文の翻訳もこなしていたため、会社としても重宝してもらっていたのだ。二つ目は、この会社に対するカンフル剤としての役割だった。ここ数年、社員の間によどんだ空気が広がっているというのは聞いていた。社員数もそこまで多くなく、新入社員が毎年入ってくるようなわけでもなかったことから、ずっと勤めていれば大きな実績があろうとなかろうと、いずれ係長、課長と出世していき、おのずと給料も上がっていくだろう、と考えているものが増えているようだったと聞く。ここ数ヶ月の間では、中村課長の影響もあり、年功序列という考え方が蔓延していたらしい。そんな社員たちのモチベーションを上げるためのカンフル剤として、
投入されたのが俺なのだ。比較的若くて外部から来た者が上に立つ必要があると考えた社長。そんな時に高校生の頃から知っていて仕事も人格も信用できるからとありがたい言葉とともに中止の頃から俺を何度もうちの会社にと口説いてくれていたのだ。これでわかりましたか？僕の方が上司だってことを。そんな、まさか。まあ、信じられないのも無理ありません。いきなりやってきた男が急に年下上司になるなんて予想しろと言われても困りますからね。中村課長は俺の名刺を持ちながら話を聞いてガクガクと震え始めた。自分の言動、行動を思い返しているのだろう。まさか、そんな、まさか。しばらくそれしか言えなくなっていた。少し落ち着いた頃、どうして高校生の頃から翻訳なんてできたんだ？ドイツにいたのはこの3年の間なんだろう？と引きつった声で聞いてきた。ああ、実は僕幼少期から国内外を転々としていて、日本より海外生活の方が長いんですよ。え？驚愕の視線を送ってくる中村課長を含め、聞き耳を立てていたらしい他の社員も驚きの声を上げる。俺は楽しくなってきてしまい、自分の生い立ちを少しずつ語り始めた。僕の父親は外交官で、主に東南アジアを中心に数年単位で転勤を繰り返していました。幼い頃に母親を亡くしてしまったので、父親が仕事の間は現地の人と過ごすしかなくて、ほら、子供って言葉の吸収が早いってよく言うじゃないですか。僕も例に漏れず現地の言葉をどんどん覚えていったんです。最初はインドネシアだった。現地の幼稚園に通っていた俺は最初は全然馴染めなくて毎日泣いてばかりだった。向こうの子供たちが何を言っているのかさっぱりわからなかったし、先生も笑っているけど何を言われているのかがわからなくて信用できなかった。だけど父親は仕事で忙しい。家に帰っても出迎えてくれるのは家政婦さんだけだ。もしかしたら幼稚園では外国人だと嫌味を言われているかもしれない。先生の言葉の壁を感じて嫌がっているかもしれない。そう思ったら苦しくて、最初の数ヶ月は本当につらかった。だけど生活していく中で不思議と分かることも増えていった。挨拶の言葉、人の名前、現地の文字、慣れてくると日本の子供と同じように一緒に遊ぼうと誘ってくれていることに気がついた。文字を教えてくれていることに気がついた。現地での生活やマナーについて教えてくれていることに気がついた。危険な道や危険な生物を教えてくれていることに気がついた。嫌味を言うなんてとんでもない。皆、俺を仲間として迎え入れてくれていたのだ。嬉しくなった俺はいつしか日本語よりもインドネシア語が堪能になっていた。その変化に父親も家政婦さんも驚いていたけれど、俺は新しい友達ができたことが嬉しくて、もっとコミュニケーションを取りたいと勉強を頑張った。その後また転勤が決まって皆とお別れすることになった時はボロボロ泣いてしまったけれど、新しい土地でもまた言葉を覚えて友達の輪を広げていった。その結果、気がつけば父親の赴任先の言語はすべて覚えてしまう勢いで、インドネシア語、タガログ語、マレー語、
ミャンマー語を操れるようになった。また、赴任先では、インターナショナルスクールに通うことも多く、そこで出会った様々な国籍のクラスメートと仲良くなり、英語、フランス語、ドイツ語、中国語までも堪能になってしまったのだった。多分、もともと勉強することが好きだったのも影響した。寂しさを埋めるために、人と関わることや人と話すことが好きだったのも影響しただろう。気がつけば、俺の母国語はどれだ?と聞きたくなるほどに、たくさんの言語を覚えてしまい、普通に喋っていても、言語が混ざってしまうくらいになってしまった。自分でも、まさかこんなにたくさんの言語を習得するとは思っていなかった俺は、この言語能力を何かに生かしたいと思っていた。そして、日本に帰国したとき、アルバイトを探していた俺に声をかけてくれた人が社長だった。どうやら社長の知り合いの中に俺の友達の親がいたらしく、そこから話が広がっていったようだ。翻訳者を探しているという言葉に最初は興味本位ではあったものの、やってみると楽しくてハマっていった。翻訳しているうちに知らない単語に出会ったりして、またそれを調べて習得して、そんな生活が楽しかったのだ。社長も高く評価してくれて、どんどん仕事を任せてもらえるようになった。どんな難しい案件でも楽しんでこなしているうちに、社長から就職はぜひうちでと言われ続けた。生物学の道に進むという選択肢もあったけれど、俺は高校の時からお世話になっていた社長のもとで力を発揮したいという思いが強く、翻訳の道へ進むことに決めたのだった。そんな経緯で僕はこの度、ようやく社長に恩返しができると思って、この会社に転職したんです。そうでしたか。はい。まあ、年功序列のいいところも知っているので、僕はいきなり部長だなんて反対したんですよ。でも、社長が譲ってくれなくて。これも会社のためだって言われたら従うしかないじゃないですか。困ったように笑うと、中村課長は大きくため息を吐いて、その場にうずくまる。混乱させてしまって申し訳ないです。でも、ちゃんと部下や周りの話は聞いた方がいいですよ。若いから仕事ができないなんてことないんですから。はい。申し訳ありませんでした。中村課長はその後静かに一人でお酒を飲んでいたのだった。歓迎会が終わり、俺も新しい環境に慣れて数週間が経った頃、以前マレーシアにいた時にお世話になっていた家政婦の娘、ソフィアちゃんが日本に留学すると連絡をもらった。聞くと、留学先の大学は都内にあり、会社の近くのようだ。日本の物価は高い。いくら寮での生活で親からの仕送りがあるとはいえ、何かしら働かないと到底足りない状態だった。何かいい働き口はないだろうかと元家政婦さんに聞かれたとき、大学在学中のアルバイト先としてうちの会社の翻訳の仕事を紹介することにした。てりまかしてりまかしと電話で何度もマレー語でありがとうを伝えてくれるソフィアちゃん一家に嬉しく思いながら、社長とも連絡を取り、いざ仕事を開始。ソフィアちゃんはとても真面目で勤勉で有能だった。もともと日本語の勉強のための留学のため、翻訳は語学の勉強に最適だと思う。留学生同士の交流もあるだろうからと、友達の中で翻訳に携わりたい子が他にいたら紹介してほしいとソフィアちゃんに頼むと、
いろんな母国語の留学生が集まってきた。彼らの中には、将来日本で就職したいという子もいれば、祖国で学問の発展に生かしていきたいとする子もいる。この中から、うちの翻訳会社にそのまま就職してくれる人は、ほんの一握り、いるかいないかくらいだとは思うが、彼らの力を借りることができるのは会社のためになるだろう。それに彼らの生活を支えたり、人生の一助になるかと思うと、それもまた嬉しく思う。人の縁とは素晴らしいものだよな。そんな社長の言葉に、そうですね、僕が社長に拾っていただいたのもその縁ですからね。感謝しないと。と笑い合った。その後、うちの会社では若い社員も増えていき、年功序列制を改めて実力制度に生まれ変わっていった。と言っても、年功序列に慣れていた社員は最初戸惑っていたし、それに伴っての人事異動も発表された。不満の声も多少上がったけれど、おおむね皆実力主義には賛成のようだ。中村課長は年下社員への扱いがひどかったこともあり、一旦役職を返上し平社員に戻ることになった。しかし年功序列の考え方が抜けず、40過ぎての平社員という扱いで年下上司に使われる生活に耐えられなくなってしまったらしく、その後退職。他にも実力制度ではやっていけないと考えた社員の中には退職していった者もいた。しかしそれは自分に実力がないと認めているも同じようなもの。結果としてやる気のある社員が会社に残ることになり、自然と社内の空気も明るくなっていった。俺はといえば、これまでこの会社では受注することが難しかったインドネシア語やタガログ語、マレー語やミャンマー語といった日本ではマイナーな言語の案件もどんどん受けて、業績を大きく伸ばしている。他の言語の翻訳に関しても、最後に俺がチェックすることで、皆も気が引き締まり、さらに品質が上がるようになった。そんなある日、俺は社長に飲みに誘われて、仕事終わりに社長が懇意にしている焼き鳥屋へ向かう。君が最初ドイツに行くと言った時、どうしようかと思ったけど、諦めずに口説き落としてよかったよ。はい、僕もそう思います。社長に恩を返したいと思って入社を決めましたが、今ではこの会社にして本当に良かったと思っています。正直、実は生物学の研究にもまだ少し未練が残ってたんですけど、なんか吹っ切れた気がします。そうか、君さえ良ければそのうちまとまった休暇をあげるから、その時にドイツの研究所に出向いてやりたい研究をしてきてもいいぞ。え、いいんですか？ああ、修士課程まで進んだんだ。本当に好きなんだろうというのは分かっていたよ。3年じゃまだまだ研究としては序盤もいいところだろう。細切れにはなってしまうかもしれないが、ドイツでも日本の大学でも好きなところで研究したらいい。社長、ただし必ずうちの会社に戻ってくることが条件だけどな。お酒を飲みながら笑う社長の温かさに、俺は涙が出そうなくらいに嬉しかった。それくらい君には感謝してるんだ。本当にありがとう。社長、こちらこそ本当にありがとうございます。僕の人生をかけて社長に恩返しをしていきたいと思っております。おう、出会った頃はあんな若造だったのに言うようになったね。
ありがとう。楽しみにしてるよ。社長にはいくらお礼を言っても足りないくらいだ。そういえば中村課長はその後どうしていらっしゃるんでしょう。ああ、聞いた話だと同業他社に転職を試みてるらしいけど全然決まらないらしい。そうなんですか。どうやら実力や実績がいまいちだっていう話だ。ん？そもそもなんでそんな奴がうちに転職できたんだ？採用したのは誰だ？ああ、確か採用した方も実力制度に反対で退職なさったと聞きました。そうか。ダメだな。私ももっと会社のことばかりでなく、社員に目を向けないと。社員のことも知らないようじゃ、経営者としてまだまだ未熟だな。どうやら中村課長は転職活動がうまくいかないからと、最近では他業種も視野に入れているらしい。横暴なところもある人だったけれど、うまくいってほしいものだ。年齢を重ねることの重みはあるとはいえ、仕事上では実力や実績がものを言うことの方が断然多いだろう。年上の部下も納得してくれるような実力を持ち、かつ年下の部下に追い抜かれるようなことのないように日々研鑽を積んでいかなければいけない。そうしないと今の社会では生き残ることは難しい。社長の期待を裏切らないよう、これからも精進していきたい。焼き鳥を頬張りながら、改めてそう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。